運動シャンプーで今日太さる。壊さないと携帯まで自分の壊すの。はぁ、今日の、メニューは首に負担がかからないカレー。ダイエットメニューだから、カレーだけダイエットじゃないですけど、とりあえず鶏肉で、チキンカレーで若干カロリーが、カロリーも少なめで経済に優しい。あ、我が家の家計に優しい。でも6時半までにはもう出ないといけないんで、家じゃ間に合わんわ。そうせん、そのそうせんと、またあの吉野家とか行って、じゃあ納豆ご飯食べれば。いや、なんでそこで納豆になるの。なんだ痛風カレーって。カリビ、あ、皆さんよかったらイベントアイテムお願いします。そんな今急に言われたってね、なんでもかんでも、あと自分中心だけ急だもんね。ちゃんと言っといてくれるんで分からんし、そんなことまた灯油買いに行ったら遅くなってる。カロリー、カレー自体カロリー高いだろう。いや、まあ別にカレーはいいんだけどね。この3、その後7時から3時間で、まあ、またカロリー消費するから。だから首に負担がかからないようなカレーがいいですね。どういうの？だから水分多めってことですよ。通知出せよ。いや、だから通知出したでしょ。多分あれだけど、いや、もう、まず体重を落とさなきゃいけない、体重。もう全てのか、太ってるけん、いろんなところに負担が来るんだって。痩せないとダメだわ。まず体重を落としたら多分血圧も下がるし、血圧っていうか首だよね。首の頸椎だよね。頸椎症だよね。首弱すぎだろ。あ、それは確かにある。で、結局一番大事なのは首に筋肉つけないといけないんだよね。あ、どうも。いや、意味が分からない。くるくると回したら、あ、それあんま良くないらしいよ。あ、本当、うん、あ、じゃあ首に筋肉、だから結局背筋だろ。ここの辺の筋肉だろ、全部。それ。いや、首が悪いんじゃないんだよね。悪いんじゃなくて。全体性不正。関係ない。どう言えばいいんだろう。首が悪いんじゃなくて、もう首が曲がってんだよね、俺の。てか、まだ前首がまっすぐすぎて。それストレートネックな。まっすぐすぎて、なんか良くないって言われた。誰がもノーリスクあり。本当に私はまっすぐすぎる。でも普通、まともなのが一つもないしね。何やろ。黒豚に飯食わすなよ。うるせえよお前。食わすだろうが普通。ではなんで玄米茶ここにあるの。何でもかんでも投げてるけど、それをお母さんに拾って回収して。顎の重りじゃねえわよお前。あ、顎大福さん、それ可愛いっすね、サムネ。それ食いたいね、それ。頭、とにかく夜中に食べてさ、絶対やめた方がいいよ、夜中に。ラーメン食べてもいい。だけど一日あんた何食食べてるって、5食くらい食べてない？運動もしてない。いや、食ってねえわよ、そんなに。なんで夜中にラーメンとか食べてるわ。いや、それは暇だと、ついてだけだわ。いや、それ良くないでしょ。1日3食普通に、しかも間食もすごくしとるし、もう間食なんかやめろっと。やっぱり満足率の男は言っても言っても分からんやつばっかり。お菓子はま食わんね。食べてみたんだ、なんかジュースとかコーラとか。いや、違いますけど、上ですけど。まあどちらにせよ太ったら良くないってことだよ。そうなんです。太ったら背中痛くなったりするんだよ。太ったら良くないって言われても、頭痛くなったり肩凝ったり、何もいいことないって言われても、病院の先生に太ってると何もいいことない。お父さんに言われたんで、お父さんが倒れた時に主治医の先生にも言われたし、体重20キロ落としなさいって。まだ意識のないお父さんに対して、何それ。ああ、あっちゃちゃちゃ
あんな溢れ出たじゃん。糖尿はまだないね。デブに人権はない。うるせえよ。あ、落ちちゃったよ。21分だで。あと21分。温泉たぬき、ありがとうございます。もう納豆ご飯がいいじゃん、そしたら。いやいや、納豆ご飯がいいじゃん。納豆ご飯、夢を食べるバックさん、宝石ゼリーありがとう。夢を食べるバックさん、宝石ゼリーありがとう。変八、これ誰だこれ。本物やないかい。なる前ちゃっかりもアイテム投げてるよ。本物か。温泉探検です。温泉探検です。いや、隠したって無駄だで。もうバレてるし。な、な、な。出てなかったんだな、さっき俺が来てること。俺が来てること気づいてないもん。めっちゃウケる。皆さん、温泉たぬき、センキュー、センキュー、センキュー。でもあれ、カレー間に合わんけん。いや、カレー間に合ってよ。いや、東京で食べる。あ、トラウマね。トントロ、ガント、カレーも明日もお昼でも食べればいい。普通トラウマね。温泉たぬき3つ、セキュー。温泉たぬき、セキュー、セキュー。あ、親父、あの、あれ、もう一回見てるか。来た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 。お尻らしい。来た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 。お、今回はうまいこと隠せたと思ってるだろう、お前。意味がわからん。おかしいだろ、普通に。徳井さん、温泉たぬき3つ、あれっす。温泉たぬき、そんなついてないな。犬みたいに言うから。今日は独肉がや。いや、マスですね。もう外食は太るし、お金がかかるし、まあ、よくない。これから言うも外食やね。あの、全然さ、ちょっと話変わるんだけどさ、あの、12月さ、7日、12月7日さ、ちょ、いいって聞いてよ。12月7日なんだけど、仕事何時終わんの？7日。で、もう安泰的にはもう木彫り出るって決めたの。いや、なんでみんなのが見えるけど、ただお金しっかり稼いでもらうと困るし、生活ができる、我が家生活ができる。もうお母さんも、もう恥を忍んで出ようと思って。12月7日？あ？あ、7日は仕事があるのは、まあ12時ぐらい。だからその恥を忍いで、もうじゃあ出るっていうことでいいね。本当に出るなら、ティンパワーさんに言わんといけんから。まあ言わんでも多分、あ？でも本当にそんな、お母さんバイトができ、本当にできるのかな？え？何分だけでも並んでたら、出たくないけど。いや、って思うじゃん。って思うじゃん。あんたが、あの、あんた何もせんでも立っておるだけでいいんだよね。マジで。だってどうせ酒飲めるの？飲めないでしょ。飲めない。みんな酒飲むんじゃ、もうお母さん多分絶対。酔っ払ってぶっ壊れて寝てしまうよ。いや、だから酒は飲まんでいい。何を書くと、高校卒業の時に、お祝い、うん、友達と、なんか高校卒業した時に、何人かでお酒飲もうって言って友達の家で行って、こんなん急性アルコール中毒になりたくて。何杯で？わからん、結構飲んだ。で、もう偉いことだった。で、その友達が大学行くために用意しとった、なんか新しい布団とかにギーッと入ってた。
いやだからあのあんたは酒飲まなくていいし、お客さんも来るんだよね。でスタッフもいるんだよね。スタッフさんも飲むし、まだ本当に飲めんよ。飲めるで、あのパイセンとか来るし、パイセンが、あなた飲んだらおかしくなる気がして、飲んだらおかしくならないでやるけど、もう確かに飲まんだったらとてもいい気なのに。これぐらいでいい、うん、いやとりあえずカレーがあと何分でいける。 ありがとうございます、あゆよさん、ありがとうございます。プレ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 、パーン、炒めて煮込まないけんに、まだこれ炒めてる段階だ。じゃあとりあえず7日はどうやって大阪へどうやって行こうとしてる、あんたは。わからん。でもし行くんならバスで行った方がいいんじゃないの。でもバスってさ、コロナにかかったらどうしようだ、ならんかな、この夏にかかる。いやバスでコロナになるんだったらもう島根から、それでもそれ島根の人間に移されたってことになるけどね。要はそれって要はだって島根からバスが出るわけじゃん。いやでもその8月にコロナになったじゃん、またかかるかな同じやつに。いや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 、だからもうコロナにかかるとこって、じゃあそれバスかホテルかもぐごりしかないわけよ。それもぐごりでかかったら最悪。いやもぐごりでかかることはないと思うけどね、まず。あ、マスク取らんわ。コロナの方が1回あるか1回かって、コロナ何回もかかる。じゃあ、あ、いいよ、じゃあ車で行って、あんたその代わり車で帰ってよ、帰って大阪からは。無理、一人で、それ絶対無理。お母さんが運転なんかできるわけないよ、大阪から。じゃあバスと、いやバスってコロナにかからん。いやだからバスでかかるんだったら島根県民に移されたってことだよ、大阪関係なし、バスでかかるなら。だって島根から乗るんだから。いやそれかどっかから来た人が島根に来て観光に帰るって言ってもあるけど、いやーどうかな。でもそれ島根県で移ってるってことなの。ね、観光バスって今乗る人おる？え？観光バスなんか乗る人おる今この。観光バスじゃないわ。バスに乗る人の方が少ないでしょ。だってバスって疲れるし時間かかるし。平日って少なくない？だけど平日に。いや少ないに決まってんじゃん。しかも平日のさ3時50分とかのバスだったら全然必要少ないし、コロナなんか恐れる必要ない。じゃあそれで行くわ。それじゃあ新幹線の、そこを恐れた新幹線だからマジで乗れないよ。じゃあバスに。バスのガラガラの高速バスに。本当にガラガラかいな。でも平日だけは少ないよね。ん？平日だけは少ないよね。いやだから水曜日でしょ、水曜日に。しかも12月から年末じゃなくて、まだだって、ま、だだって向こう出る俺の誕生日に、まああのバイトで知らん母親は。なんてもう無駄にお金が我が家も大変なんだよ。だから出ますね。いや普通にしとったら大変じゃないけど、あんたが無駄にいっぱいなんか変なもの。平八も参戦。ちょ親父一応聞いてみるか。無理だってお父さん。まあじゃあ一回聞いてみる、親父も。いや、何だもんこれ、何だもんこれ、エアーって、エアーって何だよお前これ、何だよこれエアーって、どういうことだよエアーって。まあ、本物が書いてるけどエアーとか言って、どういうこと。エアーってのはあの機体ってことか、何言ってんのエアーって。そうな、首が痛くなってから。エアーって何なんですか、ちょ聞いてみましょうか。エアーって何ですか。バスの飛行機で来た。飛行機のエアーっていう意味、意味がわからん。まあ、あの文字でお前飛行機ってわかるか普通に。マジで、あれで飛行機ってわかるやつが逆にすごいわ。通訳でもわからんだよあれ。え、じゃあ何、あの飛行機で行った方がいいと。え、マイナポイントある。うん、あ、そうだ。じゃあ飛行機の方がいいじゃん。あ、親父がさ、飛行機で行けだって。あ？飛行機で。
陸大飛行大阪まで。マイナポイントがあるらしいよ。伊丹に？でも伊丹からどうやって行くだ？いや関空でしょ。関空？出雲空港から関空なんか行かんでしょ。伊丹空港で前。だってもとても昔。いや関空行くでしょ。伊丹でいいの？伊丹だと思うよ。まあ伊丹、お母さんなんかよく行きよっても伊丹から。あ、マイナポイントは。あ、ま、ま、え、なんだっけ、マイルポイントだっけ、マイナだっけ。は？マイルポイントだっけ、マイナポイント。マイル、うん、マイルだよ。え、それ、キャラクターでもマイルが溜まってる。あ、だからそれで行けばいいじゃん、飛行機で。でもどうやって？だから伊丹まで行ったら、伊丹に、迎えに来てもらって。誰に？ん？誰か。誰に？天然ストレートに。なんでだ。いや、天然ストレートに迎えに来てもらって。あ、お願いします、先生です。伊丹まで迎えに来てもらって。いや、伊丹から電車で。じゃあ行くわ、電車で。いや、だからそう、俺も行くんじゃん、普通に。いや、あんたも飛行機で行く。あんたもバスでしょ。な、どれバスなの？だってあんた半額になるって言ってもね。あんたはバスで行けばいいじゃん。私は飛行機で行くわ。あんたバスで。ちょっと待って、いや待って、マイルポイントが何本ある？2人分行けるか聞いてみる。マイル2人分行けるの？あんたはバスだ。はぁ？贅沢なおかさ。そうです、おいしい塩もみになっております。シンプルで。でもお魚も。なんか俺バスじゃないといけんの？なんか足んないだろう。お金どこで使ったと思った。マイルポイント2人分いけるんじゃないの？ジャルバスだ。これ焼いてるのは、はい、おばあちゃん。いや、バスなんかだったら首がもげる、変形性頸椎症だから。ああ、いいよいいよ。いや、いいよじゃねえよ、お前は。そんなとこがいいよ。うせえやね。P8 も行きたい。あ、そうか。ぶっちゃけ聞いてみていい？ぶっちゃけモグゴリ行ってみたいかって聞いてあげようか。え、でも実際ぶっちゃけあんたも一回モグゴリ行ってみたい？らしいです。声を上げら、荒げて行きたくないらしいです。まあ、じゃあマイルで、あんたじゃあ飛行機で行ってきなよ。じゃあ、あんたバスで。バスか、飛行機で。でも別行動したら。でもあんたのバスでコロナかかったら私もかかる。いや、そんなことで別行動したら、あんたつけるの？は？あんた大阪までつけるの？つけるわね、バカであるまいし。電車乗って、あれこう、それぐらいできるわね。つけるんだって、それぐらいつける。連れてけよ。いや、車の方がきついんだよね、実際。なあ、車きつかっただろう、前回。でも別にしょ。あんたはその後東京行くとか言うけん無理でしょ。だから東京行かないといけないから。それは無理なんだよ、それは。何回目東京行ったら。私があるけど、いや、車で行ったら金かかる、余計。駐車場が高いんだよな。安全環境に辛いっす。ああ、イカルトとデートがしたい。
大阪は12月7日っすね。で12月7日についてね、結局で私はいつ終わるの、帰れるの。8日は、あ、いや9日。観光できない、もう東京行かないといけないもん。何しにか、ちょこちゃん、ちょこちゃん。いや、無理よ、行かないといけないから。もう無駄にあちこち、あちこち行っちゃう。あんた一人でユニバーサル行ってきない。いや、もうそんなバカじゃないもん、いい。ちなみに、ケイタさん、もぐごりで今着てる服、あとね、あの、その割烹着で、その割烹着で行って、あの、当日は、あの、皿洗いしてます、うちの家は。だから言っとくか、当日は皿洗いで出ますって。その代わり後ろで皿洗いしとくだけだよ、3時間。それだったらいいの、それで。その方がいい。皿洗いで皿なんかあったっけそも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 皿、グラス洗いじゃなくて。どれがサポーター役になるよ、お前。言う誕生日に意味がわからん。うるさいです。いや、特権もいいだろう。お疲れ様です、アキラさん。だから本当はうちの母親が皿洗いして、親父があの酒飲む方に回ったがいいんだよね。これ飲み用品じゃないよ。誕生日に飲みようよ、やばい。え、親父今トイレ行ったのに風船愛したの。お父さん体壊す。いや、まあ、だから別にそんななんかガブ飲みとかそういうあれじゃなくて、なんか一杯飲んでみたいな感じで、で俺はガブ飲みばっかだけど。ほうほう。色恋さ、知らん。ちなみに12月8日、あの大阪もぐごりに、あの今のところ来ようと思ってる人ので、来ようと思ってる方、来たい。平日は無理。たくさんいるね。これ絶対みんな混んだろう。行きますよ。バスがガラガラだったら別にバスで行くよ。そんなにいっぱいじゃなかったら。バスそんなに平日の昼間いっぱいじゃないとは思うけど。じゃあそうでしょ。じゃあバスで行くか。じゃあ俺とあの飛行機で行くわ。安いなら。マジで気がや。緊縮財政だってマンダのおかげで、また無駄なお金ばっかり使って。自分を乗せたのゲンス。無駄なお金だよね、本当に無駄なお金。でプラスになって帰るんだよ。平日空いてますよ。夜中からでも数人しか乗ってないので。あ、そうなんだ。いやバスにしよう、バスに。だから夜中から行ってもいいけどね、バスで。夜中ってその車どうする。夜中止めるとこあるから。お金かからん。いや、まあ安いよね。そんなとこでだって東京行くときにどうすんの。いや、だってどこっちだって一緒じゃん。どこから乗るやん。は、どこの車止めるね。家に。は、バスにどこやって行くの。お父さんに乗せてもらう。あ、そういうこと。あ、すごい親父なんだ。くそ。前なんかそういえばあんたをあの高速のどこまで乗せたよね。何年か、あの乗せ
してあげたら、氷川の高速のなんかバスのバス乗り場してあげる。そうだっけ。だってバス乗って言ってんのあれって覚えたか知らんけど、高速バスに乗って、もう具合に意味わからん。いや、分かってるでしょ。高速の乗り場まで送っていた記憶がある。いや、バス減免してないのに乗るなら出発時間チェックしたら。あ、そうなんすか。なるほど。